エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は3月の4日から3月10日までのジェネラルリーディングで B のカードを引かれた方へのメッセージです。はい、 B のカードはスモーキーコースのカードですね。18番でエンジェル・ウズィエル&スモーキーコースでヘブンリー・マーシーというカードです。これジェネラルリーディングに申し上げたんですけど、すべてピンク色のカードなので、これはクリスタルエンジェルス444というカードですね。本にて紹介されているすべてヒーリングストーンの、カードなんですね。そして、ジェネラルリーディングで見なかったんですけども、後でデッキの裏を見てみたら、これもですね、ディヴァイン・パーフェクションで、メルキゼで、アーケンジョン・マーケゼックとセレナイトのカードが出てたんですね。これもピンクなんですよ。だから今週はやっぱりものすごく、その先週の、日食の後で、そして今週1週間大きなヒーリングワークが起こって、そして12日のですね、乙女座の満月を迎えて、そこでしっかりとリリースして、大きな癒しをレッドゴーすることで、3月20日にですね、太陽が春分点に入って、本当にホロスコープでの新年を迎えた時に、そして太陽が牡羊座に入って、いろんなこと物事がどんどん進んでいくためにですね、今週は本当にもうこのイントロスペクションですよね、自分の内側をしっかり見ていくということがとても大事だと思います。で、このインナーノーイングのカードですけれども、これはですね、実はこのデッキの表紙になっているカードなんですね。ですから、いかにこれがパワフルか、そしてこれがですね、フィジカルレベルで今週出ているということは、やはり皆さん本当に今週は自分一人の時間を作ってですね、毎日5分でも10分でも結構ですから、できれば30分ぐらい最低ヨガをしてね、できる方は1時間ぐらい、私もとてもやることはいっぱいあるんですけれども、今本当に毎日真剣にこのヒーリングのプロセスをね、自分に課してます。で、ジェネラルリーディングで申し上げましたけど、今ヴィーナスがね、金星がこれからレトログレードしていきますよね。だからこの3月ずっと逆行するんですけれども、3月の25日になると金星が今度は明けの明星として出てきます。今ちょうど金星は宵の明星としてですね、今三日月の、月のちょっとこう斜め、右側の下の方に見えてるんですけども、多分明日か明後日ぐらいにはもうだんだん見えなくなってきます。で、金星はこのアンダーグラウンド、しばらくね、見えなくなるんです、地球から。ということは、やはり私たちも自分の内側をよく見返って、金星のテーマ、特にその自分をとの関係づくり、自分をどのくらいバリュー、価値をある存在として自分が見ているか、そこが基本なんですよね。そういったことをこう見返るとても大切な時間が来ていると思います。で、このカードなんですけどね、今スモーキーコースというのは素晴らしいクリスタルですよね。これが昔お見せしたことあると思うんですけど、私の一番大事なスモーキーコースで、これは南アフリカのですね、忘れちゃいましたね、ブランデンバーグの、クリスタルです。で、クォーツは本当にね、水晶っていうのはどのクォーツも素晴らしいんですけど、このローズクォーツは本当にハートのヒーリングですけど、このスモーキークォーツは地球の自然な放射能でラディエートされてですね、ラディエーションでスモーキーになってくるんですね。で、このエネルギーってね、やっぱりものすごく私たちをしっかりとグラウンディングしてくれるエネルギーなんですよね。だからこのカード引かれた方は、やはり今週はそのこのヘブンリーマーシーという言葉がとても大切な言葉だと思います。マーシーっていうのは神の慈悲みたいな意味なんですけれども、ヘブンリーですから、宇宙からの天国のようなですよね。で、今週このカード引かれた方はね、
意識して、まあ、ご自分をやっぱり瞑想するときにしっかりと地球とつながっていくことをグラウンディングすることがとても大切だと思います。これもスモーキーコースですし、これもですね、綺麗なスモーキーコースなんですが、これはですね、スモーキーの中にシルバーのルチルが入ってるんですよね。ちょっと見えにくいんですけど、見えますかね、綺麗な、本当に。これは私がクリスタルを集め始めて、もう最初の頃に買ったクリスタルなんですけれども、うん、でこのカード引かれた方はね、多分非常にこうスピリチュアルウォークをかなりやってらしてね、かなりその波動のエネルギーがとても強くなってきてらっしゃる方が多いんじゃないかと思うんですよ。で、アラーナさんもご自分の経験をこの444の中のね本って言ってるんですけど、シェアしてくださってるんですけど、まずちょっとこの本の曼荼羅をお見せしましょうね。このカード、まあ、ここから来てるんですけど、大きいの綺麗ですよね。本当綺麗なカードですけど、ここにですね、スモーキーコードグラウンディングってありますよね。で、アーケンジェルウゼルというのはメルシーって書いてありますけど、このウゼルさんというのはアーケンジェルメタトロンの下で働いてらっしゃる方らしいんですね。で、The Gift of Embodiment ってありますけど、やっぱりね、すごくこう宇宙とつながってきて、直接宇宙のこの波動で光をこう受け取るようになってきた体の、なんていうかな、皆さんはね、やっぱり自分じゃ気がつかないうちにすごく強いエネルギーをみんな放出してるんですよね。で、宇宙のその無条件の愛、素晴らしい光をこう放出するんだから、それは全然問題じゃないじゃないかと思いがちなんだけど、アラナさんもそう思っていたんだけれども、自分のそのなんていうんですかね、精神世界の修行を深くして、自分自身がこう気づきが多くなってくればなるほど、いろんなことが気づいてきて、中にはそのまだそういうスピリチュアルなこととか、そういうことにこう慣れてないような方は、そういうあまりにも強い波動が入ってきた時に、自分の体が感じていることをこうしっかりと受け取れずに、逆に分からない分怖くなって、ディフェンスを起こしてしまいがちなことがあるそうなんですね。私もそれよく分かりますけど、だからそういう時にこのマーシーが必要だと。つまりやっぱり宇宙からこう受け取ったその光で、その皆さんのこの波動を上がっていく中で、皆さんのスピリチュアルのパワーが強くなれば強くなるほど、とても大切なことは、それをただこう無条件にこう反射することではなくて、ね、輝かせることではなくて、そこを地球としっかりつなげてグラウンディングして、その波動を必要な人の時にちゃんと、そのある意味オブラートじゃないんですけど、マーシーを持ってね、一人一人に じわじわじわと感じられるようなレベルでこう出せるような、そういう訓練がとても必要なんじゃないかと思うんですね。うん、で、それをこれで表しているように思います、私は。うん、特にね、この日食からこの3月、そうですね、10日に火星が牡牛座に移るんですけど、それまでの間は全く不動級にエネルギーがないのと、で、火星と天王星がね、この間の日食でコンジャンクトしてましたね、重なってましたから、エリスと一緒に、で、向かいには木星がいてね、で、プルートとジースクエア取ってますから、もうこれ半端じゃないこうアウェイクニングのエネルギーなんですよね。こう覚醒のすごい、だからそれでうわーっと輝き出してる方もたくさんいらっしゃると思うんですね。で、特にこのバランスが大事ですよね、今週はね、本当にね、3月のエネルギーナビでこれからお伝えしますけど、魚座のこのフェミニンな、ドリーミーな、こうインチュイティブなエネルギーと、ね、直感でこう夢を持ってこうやっていきたいなという受け取るようなエネルギーと、よしこれやるんだわーっといくこう押し座のエネルギーがこう外に出すエネルギーと内側のエネルギーですよね。これがアクションを起こしていくか、この夢の中で何もしないでこういいなってなってるか、その2つが混在してますのでね。で、土星がギャラクティックセンターと
重なってこの魚座の星たちとスクエア取ってますので、本当にまだ今週とてもパワフルなんですね、この余韻を残していて。だから今週はやはりその火星お羊座天王星この T スクエアでどんどん行きたいけれども、多分このカード引かれた方はその前にもう一度しっかりと地に足をつけて自分の波動をですね、地球とつなげることで初めて、そこで地球とつながっていった時に周りの人たちに、とても的確なヘブンリーマーシーで皆さんの波動というかね、エネルギーをこう伝えていくことができるような1週間になるんじゃないかと思うんですよね。ある意味このカード引かれた方はもうエネルギーが、私もとても強いエネルギーを持ってますから、太陽のように思いっきりこうわーっと輝いてしまうようなエネルギーをお持ちなんだと思うんですけど、特にこの羊座、私も羊座ですからね、で今金星が私の羊座の太陽と重なってますから、もうそれこそ本当にすごいこう自分でも分かりますけど、わーっというエネルギーが来るんですけども、こういう時こそやはりそのエネルギーをみんなとハーモニーで使っていくときにグラウンディングしていくことがとても大切なんですね。そのスピリチュアルなプラクティスをすればするほど、精神世界の修行をすればするほど、そのグラウンディングがいかに大切か、1にグラウンディング、2にグラウンディング、3、3にグラウンディングで、だからクンダリーニのヨガがすごく大事なんですね。多分ですね、このカード引かれた方はもしかしたら何かいろんなことがもうあまりにも、もう大変っていう感覚になってしまって、なんか問題があってね、で持て余してしまっている方もいらっしゃると思うんですね。でそういった場合はやっぱりちょっとですね、しっかりと自分のこのすごく輝いているその光をですね、自分の体の中にしっかりとこうバランスをとって、節制のカードですかね、14番みたいな、そういうエネルギーをするためにちょっとヒーリングワークをしてみることが大事だと思います。このスモーキークォーツはそんなに高いクォーツではないので、ピンからキリンもあるんですけど、そして非常にやっぱりタンブルもたくさん出てますので、ちょっとそのタンブルだったら何個かですね、手に持ってですね、それをこうハートのところに乗せて両手でですね、しっかりとこうハートに向けてですね、そして瞑想してみるといいんじゃないかなと思いますね。クリスタルアルケミーワークショップでもそういう瞑想をたくさんしたんですけど、でもう一つですね、だからやっぱりね、体をとしっかりその宇宙から来てる波動と体、それを体とうまくこう統合していくことが大事なんだと思います。それからこのカードはですね、アーケンジェルウリアオというのは第7チャクラのアーケンジェルですけど、それのかとも非常にコネクションがあるカードらしいですね。だからやっぱりこうしっかりと宇宙のギャラクティックセンターから降りてくるエネルギーと、セントラルサンから降りてくるエネルギーと、地球のインナーサンとですね、結びつけて自分を通してですね、両方つないでいくような、そういう瞑想をしてですね、自分の中のなんか感情をわーっと込み上げてくるようなものをこうマーシーですよね、宇宙の慈悲でですね、中和させていくようなことが今週はとても大事な1週間になるような気がしますね。スモーキークォーツ、本当にこれはね、もう本当にローズクォーツとスモーキークォーツとアメジストね、そして普通のホワイトクォーツですね、これはもうクリスタルの基本の基本だと思います。で本当に一つ一つが本当に感謝でですね、私たちがそのコネクションを作れば作るほどしっかり応えてくれる石たちなので、ぜひですね、今週はぜひこのグラウンディング、そして自然にと触れてですね、体を動かしてみること、とても大事だと思います。そして呼吸をですね、しっかりと
腹深呼吸をしていくということかな。そんなようなことできっとですね、何かうちの内側からモヤモヤしてどうしてこうなってしまうんだろう、よくわからないけども溜まっていたエネルギーはですね、グラウンディングをすることによってじわ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 とこう溶けていって、しっかりと受け取ってリリースできるようになってくるんじゃないかと思います。はい、とにかくこの1週間はぜひですね、グラウンディングということ、呼吸を整えること、クンダリニヨガなどをすること、そんなことでですね、ご自分のしっかりとした内側の脳にもしてですね、クリア・ユア・エネジーをしてみましょう。そうすることで非常にパワフルなエネジックモーメントが来てですね、ポジティブアウトルックがマインドもですね、非常にこう活性化されてくると思います。はい、それでは素敵な1週間をお送りください。 Thank you so much.